ちょっとこれ、まあ、皆さんに予想していただきたいんですけど、ちょっとです予想、うん、Uber Eats で、コンビニで配達できるようになった知らんかっていうか、知ってました？皆さん、まあ、数年前からいやいやこちら側はね、これ数十年前ぐらい、数年前ぐらい前は知っていた話かな。まあまあ、そ、まあ、できるってこと知ってるってことない？知ってる、まあ、はいはい、出てくるの、ファミリーマートとかローソン、ローソンも出てくる。あ、そう、セブンはあんまないんだよね。あ、確かにあんまりない、コンビニ別で選べるんですよね、多分。そうです、そうですね、はいはい、そうです。で、ローソンで配送されてる商品の1位は何でしょう？唐揚げくん。唐揚げくんだろうな。挙手制にする？はいはい。えファイナルアンサー。挙手制にしますか？いや俺の答え言って。じゃあ俺唐揚げくんにしようか。レッド。いや、レッドが真逆すぎるんだ実は好きだけど。唐揚げくんです。唐揚げくんね。唐揚げくん。唐揚げ、唐揚げ、唐揚げくん、唐揚げ、うん、正解は唐揚げ。情報が当たり前やんか。なんでそんなすぐ言うん？だってそれしかじゃん、うん、いや頼むもん。こっち頼んでるから。私カスタマーだから。あ、ヘビーユーザーやったの、うん、知らない、そちら側のだけだから。そう、おにぎりとかって別に頼まなくね。いや、飲み物とかさ、いろいろあるやん。いや、飲み物頼む、飲み物も頼む。けど、メインは唐揚げ。そんなみんな頼むもんやっけ。で、並んでるついでに、あ、唐揚げくんあるから買おうっていうのがやっぱ唐揚げくんだよ。そう、いや、それはそうやん、でも、ウーバーイーツだからメニュー見てるって言われて、あ、唐揚げ。え、ここでもそのことが起きる？同じ、同じベジと同じ現象が。だ、配列結構大事だなと思うんだよね。うんうんうん、上におにぎり、はあはあ、順番ね、次に出てくるのがその唐揚げくんとか、はあはあ、そういうホットスナック系。なるほどね。でその後最後飲み物。ああ、でもじゃあおにぎりは人気じゃない、一番上のまず。おにぎりはいろんな種類あるから。あ、人気がばらつく。ばらつくね。なんでそんな笑って。違う、それドヤ顔で出してこれたなっていう。あすごくない？だって、うん、それドヤ顔は、うん、当たり前のこと言ってないけど。嘘やん。困って、引いちゃうぐらいのクラス。悔しいね。びっくりした。ファミリーマート編はないの？うん、うん、セブン編とか。ファミチキ。先に言っていい？じゃあ、あかん。ファミチキ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 。正解。まだ分からんで。そうなのよ。ファミチキやって絶対。そう出てこん。いや、分からんぞこれ。ウーバーイーツ、ファミリーマート、売り上げ、ローソンばっかりですよね。ああ、そうなんだ。ファミマ最近加入したばっかだからね。そういうこと、うん、まだね、データ取れてないです。ウーバーイーツで、じゃあ俺が何頼んだか選手権やろうぜ。麻婆豆腐。早い早い早い、まだまだまだ早い。いつ、いつ野菜スティック。いや早い、いつ俺がフランクフル。早い、ジャスミン。はい、花月のラーメン。はい、やめる。やめるよ。しょうがない。じゃあ何月何日何時って言うんで。はい、なるほど。はい、その時の気持ちとか小さいな。二日酔いとかね。そういうのね、気持ちね、うん、気持ちとか体調。はい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 。じゃあ、思い出せる範囲で頑張りましょう。まあとりあえず何日何時、2020年7月20日はいはい、はいはい、16時45分。あ、ちょっと遅めの昼飯だな、それな。
何曜日だ。月曜日ね。シチュエーションとしては、うん、女の子と遊んでました。おで、何食べますか、うん、ちょ、あー焼肉弁当、インドカレー。違うって言ったら違う。聞かません。インドカレーね。可能性的には。女の子弁当。女の子だけはね、ちょっといいもん食わせます。あ、そういうことね。いや、そう。うなぎ。あ、違う。皆さんもぜひお答えくださいと。コメントなんで。今じゃ何？え、俺多分当たる。マジ？何？ロコモコ。ロコモコ。よくそれドラマびっくりがなんで当たるって絶対みんな聞こえてなかったよ一回聞こえてる聞こえてたよ全く微動だにせんかった一回いやキョトンとしちゃったいいよねロコモコでね焼肉弁当はい正解はクリスピークリームドーナツした。いや、うざそっち、うざうざ大ヒントあったじゃん。うざすが大ヒントありましたやん。ちょっともう一回したいです。もう一問じゃあ、行きましょうか。なんか、シチュエーションがあるときがいいですよね。はい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 。じゃあ ここにしましょうか。2020年7月25日お、15時半、うん、15時半お昼ですね。これは前日に飲みすぎたせいで二日酔いの俺が15時半に起きて頼んだご飯です。なるほど。あー、きちい。とにかく胃に何か書き込みたい。なるほどね。どっちで行こうかな。俺も迷ってる。いや、まずもう俺ご飯か麺かで、うん、そこで迷ってんじゃん。そこはね、うん、違うな。いやいやいや、何も言わないやん。ご飯か麺か。いや、こういう時は、2日の日は牛丼の豚汁セット。わー牛丼ね、いいね。うんうん、うわ、とにかく早く何かを。でもそれこそやっぱココイチでカレーの、うん、まあスピード重視だと思うんだよね。うん、何が麺にしようかな。うどんとかある。うん、ね、何が頼めんだ。中華味。やっぱさらっと食べる。麺食いたいね。これは。はい。はい、言われました。何ですか。ネギトロ丼。ネギトロ丼ね。いや、聞こえてる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 。いや、俺あんま反応できない俺が答えだから。ラブさんは待って、ね、ジローでしょ。うん、ネギトロ丼、牛丼、豚汁セットね。豚汁セットね。豚汁が重要なんだから。うわー、さっきインドカレーで多分カレーはやっぱないんだ。いや、ネギトロ丼がないから考えた方がいい次え、ネギトロ丼ラーメン、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 なんか麺が伸びるから嫌だ。いや、最近か月のラーメン、あ、食ってる。ちょこちょこ。え、ちょ、ちょ、ちょ、それそれそれラーメン、ラーメン、ラーメン、あ、でもここでか。意外に寿司。はあ。食べたくなる。俺は。あ、ネギトロ丼。第二ヒント与えるわ。あ、じゃあ違ってたんだ。値段ね。値段。うん。2621円。結構値段する。いろんなものポンポン頼んでるでしょ。確かに。絶対食えなくて半分ぐらいほとんど落としてるやつなんだよな。それ失礼だな失礼
ファストフードかなと思ったけど、それだった。いやでも、マック、いや、マックは、マックは食べないよ。さすがにきつい。麻婆豆腐、あーそっち系、中華の可能性、そんなのしか頼んでるイメージがないんだけど、うん、ジローから何だと思ったいや、ラーメン行こっかな俺。うわ、そっち攻めんの。ヶ月ラーメンだって、ラーメン餃子頼んチャーハン、いや、めちゃめちゃセット頼んでるみたいな、で、飲み物も一緒にみたいな、それ、そういうことね、うん、俺はそれにするわ、もうセット、オッケー、うん、ラーメン、うん、ラーメンのもう餃子、チャーハンと飲み物とかもう頼んじゃったかな。でも手数料で取られてる、うん、2000円。あ、2000円高えな。2600円なかなかいかないよ。じゃあ俺、中華の麻婆豆腐と、うん、チャーハンと、うん、餃子、あーいいとこ行った、と黒ウーロン茶、あーいいとこ行った、確実にこれです、なるほど、うん、宇宙か俺ラーメンか、ラーメン、うん、ラブさんはうどんで、うん、トッピングをめちゃくちゃした、あーなるほどね、正解は、うん、海田が正解、すごい、ラーメン、ラーメン、うん、餃子、うん、ネギ茶丼ほらほら、めちゃめちゃいってんじゃん、飲み物はなし、なし、めちゃめちゃほらね、やいや、トッピングはないだろう、トッピングない、うどんトッピングで2000円はないだろう、さすがにね、ちょっとセンスなくてびっくりしちゃった、うん、俺もとりあえず答えなんか出そうってラーメン、餃子、ネギ茶丼、それが、それって花月のやつじゃねえの、違う違うやつなんだ、花月も頼んだことはあります、いやそんなうまいか、ね、スープはね、ちょうどデリバリーに向いてる味、そうそうそう、なんかなかなかいいんだよね、悪くないって言うんですよ、じゃあ最後の問題ですでれん、昔のやつを見てみましょう。正月とかで頼んでないの、正月やってないから大丈夫。あ、正月とか、そういうクリスマスとか。近い、近い、じゃあそういうイベントごとで見てみますか。あ、ありました、お、じゃあ、1月1日。マジ新年早々、いやでもこれはちょっと難しいわ、じゃあ12月31日にしましょうか、あ、12月31日、2019年の年末、はい、21時13分、僕が、1953円買っていますね、当たりそう、当たりそう、当たりそう、まあ可能だと思う、当てるのはケンタッキー、いや俺も思ったけど、いや待って、そんな甘くね、私まだ年越しだからそばではないじゃん、そば好きじゃない、そこは、うん、本当に多分、本当に食べたいなってやつ、ね、本当に多分関係ない、本当に関係ない、これでこそ多分インドカレーだと思う、いや、しかないから俺はどんだけカレーだよ、逆転のね、逆転の、逆転の、本当にインドカレーね、なるほどね、俺はもうこれにかける、ムーちゃんは、いやもう、え、年の瀬やもんね、うん、わな気がするね、僕は、わが21、ちらし寿司、違う、あ、わかったわかった、うなぎ、うなぎ、安くない、うな
頼んでる時間に味噌がないんですよ。21時、店もう開いてないんですよ。なんかファーストフードなんだ。ケンタッキー。うわー、そこで行くのね。うわ、なんですか。うわ。はい。なんだっけ、ラバさん。インドカレー。インドカレー。俺ケンタッキー。僕ナギです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解は。2019年、うん、年末に俺が頼んだものは、すき家です。いい線いってたよ、考察は、うん、2人とも掛け合わせると。意外とこいつは好きなもん食ってんで、ただ単に、うん、とあと、ファストフード、うん、確かにね、遅いんだからね、9時なんだから、そう、空いてないんだから、空いてないと、うん、年末だからね、うん、じゃあ何頼むかってなったら、まあ、わっていうのも実は遊んでて、うん、3人合わせた正解だったんだよ。何うなぎ。うなぎを頼んだってわけじゃない。いや、違う、全然3種のチーズ牛。以上、次郎がUber Eatsで何頼んだゲームでした。